オデオードビカリ、オドアルドベッカーリはイタリアの植物学者である。スマトラ島で1878年に世界最大の花の一つであるスマトラ青こんにゃくを発見したことなどで知られる。フィレンチェの出身である。ピサ大学、ボローニャ大学で学んだ。大学を卒業した後、イギリスの王立植物園で数ヶ月過ごし、ボルネオ島北部の白人王国。 サラワク王国の初代藩王、ジェームズ・ブルックと知り合った。ブルックの行為で1865年から3年間、サラワクやブルネイなどの東南アジアの島の植物の研究を行い、多くの新種を発見した。エチオピアの最終探検を行った後、1872年に、鳥類学者のルイージ・ダルベルティスト再び、ニューギニアの調査を行い、極楽鳥の標本や、 民族学の資料の収集を行った。1869年に植物雑誌ヌオーボジョーナルイボタニコイタリアーノニューイタリアンボタニックジャーナルを創刊し、イタリア地理学会企業に研究の成果を発表した。1878年に強烈な不臭から死体ゲとも呼ばれるスマトラーオーこんにゃくを発見した。1878年にフィレンツェに戻り、 フィリッポ・パーラと俺の後を継いで、フィレンツェ植物園の園長になるが翌年、辞任した。ベッカーリの標本は、フィレンツェ自然史博物館の資料の一部となっている。パプアニューギニア大学の発行する、植物雑誌の雑誌名ベッカー,アーナは、ベッカーリの名前が付けられている。ベックは、植物の学名で命名者を示す場合に、オドアルド・ベッカーリを示すのに使われる。 ありがとうございます。